はい、皆さんこんにちは、カリアです。今回もですね、グランパス観戦ブログやっていきたいと思います。はい、今回はですね、茨城県立鹿島スタジアムで行われました、鹿島アントラーズ戦ですね、見に行ってきましたので、その報告動画になります。いやー、遠かった遠かったし雨がすごかったですね。はい、まあ、まずは試合の様子見ていただこうと思います。
行の。はい、ということでですね、今回はですね、鹿島アントラーズ戦見に行ってきました。いやーすごい遠いっすね名古屋から行こうと思うと東京駅に出て東京駅からさらにそこからバスでっていうところなんですけど、一番最初のね写真がちょうどそのバスの中から着いた時に撮ったやつなんですけど、ね、雨も降っててっていうちょっと大変な一日でございました。朝9時にね出て、着いたのが2時ぐらいというね、もう本当に1日がかりの旅ではありましたけれどもね。はい、まあグランパスのまず勝ち試合が見れたのは良かったかなというところですね。うん、でまあ一応屋根はあったんですけど、まあ結構前の方の席に今回陣取ってたとっていうところもあってですね、雨がすごかった。まあカッパとかね本当に一応雨対策はしてたんですけど、それでもやっぱり結構ね荷物が濡れたりとか。という状態になってしまいました。うん、で、まあそうですね、鹿島スタジアム初めて行った感想としては、まあ、アクセスはなかなかちょっと大変なところがありますけど、試合を見るというところではかなり、いいところだったんじゃないかなというふうに思います。実際今回初めて、行きましたけれども、グラウンドもやっぱりピッチもね近くてかなり見やすかったですし、うん、上の方からね登ってみたんですけど。まあさすがに3階4階になると分かんないですけど、1階の本当に上の方とかね、その辺だったグラウンドもしっかり見えるので、かなりいいスタジアムだったんじゃないかなと、アクセス以外は本当にいいところだったかなとは思います。まああとはもうちょっと屋根があってくれるとね嬉しいかなっていうところですね。はい、ということでですね、今回は、鹿島スタジアム行ってまいりました。はい、グランパスもこれで開幕6連勝ということでですね、僕が、現地に見に行ったのが、札幌戦と、あとは神戸戦、横浜 FC 戦、あとは、今回の鹿島戦ということでですね、4試合今年見に行ってるんですけど、今のところ4連勝、ね、全部点を取られてないというところでですね、いい感じで進んでいるのかなというところですね。はい、で次回はですね、FC 東京戦、4月3日の FC 東京戦、チケット取ってありますんで、またその観戦ブログもねやっていければと思います。はい、
や本当にグランパスの試合が最近面白くてですね、今ドハマりしておりますけれども、まあちょっとね4月の3日のそのグランパスの、FC 東京戦ですね、見に行った後はちょっとなかなか見に行けなくなるかもしれないんですけど、また見に行ったら観戦ブログもね作っていこうと思いますんで、見ていただければと思います。はい、ということで今回はちょっとだいぶ長くなりそうなのでこれぐらいにしておこうかなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。またね。